んだこの記憶は。孤独な少年はその日運命と再会する。リオと申します。国王陛下のご後輩を賜り、この学び屋に通わせていただくことになりました。私たちは関わらない方がお互いのためよ。私は一人でもリオ様を助けに行きます。殿方の嫉妬は見苦しくて。行ってらっしゃい。はい、行ってきます。お客様に最高の取引をしていただくために。あなた殺す。よろしくお願いします。やったー。よろしいでしょうか。俺の妹だろ、ラティーファは。私頑張る、きっとまた会えるもん。生き抜いてよ、しぶとく強く。おいしいお茶を飲むと幸せってなるのよね。リオさんのことお兄ちゃんって呼んでもいいですか。私はハルトとつながっているから。ハルくん、ハルくん起きて。出会いの連鎖が加速するドラマチックファンタジー、精霊幻想記。2021年7月からテレビ東京 BS 富士にて放送開始。